ぜひあなたの目でチェックしてください。では行きます。はい、今あなたにですねスペシャルな滑り方、ショートターンでスピードをコントロールするという滑り方をお見せしました。どうですか私のこのショートターンはね。実はでもこれショートターンをしていないんです。いないんだけどショートターンになっちゃうというやり方ね。前回お伝えしたサイドスリップでスライドを片足ずつ入れるという動作、ここに一つ、もう一つだけあなたが動作を加えるだけでショートターンになるね。答えを言いますよ、いいですか。